m a p s m e e は、Android、iOS、ブラックベリー対応のモバイルアプリケーションで、オープンストリートマップを使用したオフライン使用地図を提供する。2014年11月、メール、r u グループが買収し、my.com ブランドの一つとなっている。2015年9月、アプリはオープンソース化された。最初のアプリは、ベラルーシュとスイスで開発された。 maps.me はユリー、メルニチェク、アレクサンダー・ボースク、ビクター・ゴバコによって設立され、アレクサンダーの指揮下でマップスイムは当初ユーザー数が全世界で250万人に達した。メルニチェクは2013年11月からエブゲイニー・リソフスキーが引き継ぐまでプロジェクトを牽引していた。2017年初期にアプリの方針が変更され、 控えめな広告に行って収益が支えられるようになった。このアプリは当初中立費に拠点を置き、ミンスクに開発オフィスを持っているマップスイム GMBH が開発した。2012年、マップスイムはビリニュースで行われたスタートアップマンスリーコンペティションに初参加し、ショーとしてシリコンバレーで手当のある9週間の講習を受けた。2014年11月、m a p s は メール RU グループに買収され、my.com のブランドとなりアプリも無料化された。エンジニアチームは、モスクワにあるメール RU グループのオフィスへと移りプロジェクトを継続することになった。マップスドット m e の全地図データは無料で編集できる世界地図プロジェクトであるオープンストリートマップを採用している。また、宿泊施設データは提携を結んでいる。 Booking.com によるものである。アプリケーションで使われている技術、Maps.me は開発者向けの無料アプリケーションプログラミングインターフェースを提供していて、商用、個人療法で使用できる。2013年、ロシア製スマートフォンでディスプレイが2画面搭載されている用ティフォンの開発者は端末の e インクディスプレイに対応したアプリの開発を Mapsim に求め、 マップスイムは端末のカラー画面と E イ,インク画面の両方に最適化した特別バージョンアプリをリリースした。メイン画面では全ての国の地図を閲覧したりピンを押したり場所を探すことができて電池の節約のために地図を E イ,インクディスプレイに移して表示することができる。2016年5月4日のリリースを最後に両ティフォンでのサポートを終了している。ありがとうございます。